はい、プロデューサーさん、この季節がやってまいりました。ディバブースター第4弾目なのかな。今回ね、ディバアカデミーっていうことでね、学園ものが、テーマになってるみたいです。で、前回のようにね、ボックス特典のカードも1枚ついてて、ちょっと値段が倍になっちゃったんで、ボックス特典のカード集めるのちょっと大変になりましたね。今回から新しく効果で、フレンドという効果が増えました。アタック時に使える増殖みたいな感じですね。まあそこら辺を注目しながら今回パック開けていきたいと思います。ボックス特典のカードは謎の転校生サワエル、フレンド、3以下で、1枚オープンして、その系統がディーバだったら3以下の、スピットカードの時にコストシャツに拾う状態で、召喚する。ターザニアグレートにちょっと近いような効果なのかな。で、自身も3。じゃあガンガン開けていきたいと思います。お、リゼクロムエルに、ゼクシアテンマ。ゼクシアテンマっていうのはあれだよね、ゴッドゼクスだよね、テーマがね。個人的にはね、今回もね、アルティメットスターズのカードが揃えられたらいいかなと思っております。おい、誰だ、ロリコンつったの。お、セイナリューミンと、リアス、ウロボリオン、ウロボリアスか。初見だとね、何のカードだろうで考えるのはちょっと楽しいところですけどね、ディーバのね。ローリアルスシープと、ソニアエースワップ、ソニックエースワップか。はーん、エムレア、トワイライトゴシックなんだね。なるほどなるほど。お、エクセレアです。リアス・ウロボルン、ウロボリアスのあれですね、女の子ですね。トワイライトゴシックなんだね。なるほど、これは X ですね。と、思い出の修学旅行。おお、これパラバンじゃん、すげえ。出た出た。あ、普通にボックスで入るのかな。ゼクシアテンマの、パラバンですね。で、文字が、パラバンはピンクになってます。ちょっと読みにくいっすよね、このピンク。ジャンヌ・ドラゴニアスと、ノアフルールのノアフルールが出ました。生徒手帳とフォンニーナですね。昔学生制服フォンニーナって、あれ大会のプロモかなんかでありましたよね、前。フォンニーナメインのデッキって結構強いんですよね。フォンニーナデッキはちょっと組んでみたいなとは思ったことはあります。お、リゼクロムエルが被った。被りありますね。ポップステップミスティライルビット X です。シープと、エマジーンですね。シープ2枚目かな。マリモイーディス、マリモイーディス、あ、モアモイーディスか。なるほどね。マリモイーディス、シエラムルセーヌ、シエラムルセーヌ、あ、ちょっとわかんねえな、シエラムルセーヌ。あー、アクセルなんだ。アクセルデッキにディーバーが刺さるかもしれないのか、ディーバーが入るかもしれないのか。ありだね。しかもバウンスか。ネイランテイルと、バジリソラ、バジリソ、バンリソラ。あ、出た、ペンタンの新しいの。ペンタンリュックのラクエル、
このカードやっぱペンタン3枚入りますよね、これね、ペンタンデッキに。これやっぱペンタン強化なんだよな。アタック時に、デッキの上から1枚オープンして、このカードがカード面にペンタンと入っているスピリットカードの時にコストを支払わずに拾う状態で召喚できる。残ったカードを破棄する。ペンタンデッキってほぼペンタンだし、今までの、ペンタンついてるラクエルも全部ペンタンがついてるから出せるよねっていうことで、これいいカード、俺3枚欲しいかな。ディーバ学園とダイヤルーン。イエローマーリンと、あ、イエローマーリンってディーバなんだ。フレーバーテキストもいい感じですね。ディーバだ、ディーバブースターだ。私は本来ここにいるべきだった、ここにいるべきだったの。いいねで、レイオーバー。エマジーンと北斗、アポロニアス。キャンディーサードと、マリモイリス。マリモイリス2枚目か、結構出るね。シエラムル、ムルセーヌと、ムーですね。やっとムー出た。ムーコスト5なんだよね。今までのアルティメットスターズのデッキと噛むのかどうかっていうのがちょっと難しいとこなのかな。ラビーダーリンとセイナリュウミ。ネイランテールとディーバ学園。リオールディーダと、フラムサンドリア。フラムサンドか。学園の4魔女。ディーバーして、ディーバ指定学生カバンと、X、ゼクシアテンマ出ましたねゼクシアテンマ結構出てんぞっていうことは、ゼクシアテンマ3枚出てますからねこれねこれはクメってことかな。ちょっとゼクシアテンマは人気がありそうだな。しかもアブソリューツってことなんで、でかいのが多いのか。ゼクシアテンマで組むんだったら、そうだな、あれか、イマジナリーゲートとかそこら辺を使った方がいいのかな。はい、じゃあ枚数見ていきますね。結構多いっすよ今回ね。レアが、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27 枚っす。M レア1,2,3,4,5,6,7 枚。1個かぶりあります。ワンペア。そんで、X レアが、1,2,3,4 と、パラが1枚となっております。結構ね、レアはペアが多いです。そうだね、集めるの大変なのは M レアなのかもしれないね。あとなんか友達同士で、僕はこのチーム作るよ、あ、僕はこのチーム作るよっていうのがあるんだったら、まあ例えば友達3人とかで1人ずつボックス買ってなんか交換し合ったりとかすると、多分ちょうどいい感じに揃うんじゃないかなと思います。多分そういう買い方が、賢いと思います。カードゲームにもね、可愛い女の子を求めるよっていう方にはかなりおすすめできるパックだと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見、ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。